経済協力開発機構の報告による OECD 各国及びロシアコスタリカの年間平均労働時間の推移労働時間とは使用者または監督者のもとで労働に服しなければならない時間のことを指す。労働者が使用者のもとで労働に服するにあたり、労働者は使用者の指揮命令下に置かれ、その間の時間を労働のために費やすこととなる。つまり、労働者は この時間において使用者によって拘束され、労働者の行動は大きく制限される。カール・マルクスの資本論においては、資本家に対して労働者が己の労働力そして時間を売り、その対価として資本家から賃金を得るものとされている。国際労働機関1号条約では、家内労働者を除いた工業におけるすべての労働者の労働時間は1日8時間。 一週四十八時間を超えてはならないとされている。さらに、第三十号条約などにより商業及び他の業種も同じ程度の労働時間が決められている。国際労働機関一号条約は、その正式名称を工業的企業における労働時間を1日8時間かつ一週四十八時間に制限する条約としており、以下の企業における労働時間を規制している。なお、 以下の例外条項が存在するなお商業及び、事務所においては、国際労働機関30号条約が同様に一週48時間、かつ1日8時間以内と規定している。OECD 各国のフルタイム労働者におけるタイムオフ。これには、レジャー、パーソナルケア、睡眠が含まれる。世界の労働時間は1980年以降、 減少傾向にある国と横ばいで推移する国とに2分される。OECD の報告において2019年で OECD 加盟諸国のうちで労働者の就労時間が最も長いのは年間2137時間を計上したメキシコであった。時点が1967時間で2011年までトップだった大韓民国、さらにギリシャ、チリ、イスラエル、 ポーランド、チェコと続く。ただし、労働力調査による日本の年間労働時間は2019年で年間1981時間であり、その場合はメキシコに次いで2番目に高い国となる。独立行政法人労働政策研究、研修機構発行、データブック国際労働比較2019によれば、主要諸外国についても、概ね減少傾向になっており、 2018年には、韓国は2005時間、アメリカが1786時間、イタリア1723時間、日本1680時間、イギリス1538時間、フランス1520時間、スウェーデン1474時間、ドイツ1363時間などとなっている。欧州連合の労働時間指令では、休息期間について以下と規制している。 労働条件通知書日本では、日本国憲法第27条2項の規定を受け、労働基準法等により、割増賃金の不要な法定労働時間の上限や、その計算方法が定められている。労働基準法に定められた、労働時間を法定労働時間、就業規則などに定められた、労働時間から休憩時間を除いた時間を所定労働時間という、 法定労働時間、または、所定労働時間のいずれか長い時間を超えた、時間外労働の時間を、法定外労働時間、所定労働時間を超え法定労働時間未満を、所定外労働時間ということがある。また、就業時間は、労働時間、特に所定労働時間の意味で用いられる。なお、労働時間を1日あたりに割り振った場合の1日単位を、労働日という。 始業及び就業の時刻、休憩時間に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項となっているため、使用者は、就業規則にこれらに関する事項を必ず記載しなければならない。また、労働条件の絶対的明示事項ともされていて、使用者は労働契約締結に最初書面でこれらに関する事項を明示しなければならない。一方で、日本は、 ILO の労働時間に関する条約を一つも批准していない。日本の法制は基本的原則は ILO 条約に習ったものとなっているが、法定労働時間は例外が規定されており、36協定などを用いれば労働時間に事実上上限はないことが問題とされてきた。深夜12時を過ぎる残業や翌朝までの残業が行われているケースもあり、 一しし長時間労働は労働者の健康を害し、うつ病などの精神疾患や過労死、自殺の原因となっている。こうしたことから、事業主は労働時間等の設定の改善を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとする、労働時間等の設定の改善に関する特別、措置法が平成18年4月1日から施行されている。同法により、 事業主は、労働時間等の設定にあたっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する、実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる、労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努める、ほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育または、家族の介護を行う労働者、単身不妊者、 自ら職業に関する教育訓練を受ける、労働者その他の特に配慮を必要とする労働者についてその事情を考慮して、これを行うとその改善に努めなければならないとされる。平成31年4月には時間外労働の上限を定め違反者には罰則を持って臨む改正法が施行された。タイムレコーダー労働基準法においては、労働時間、休日、 深夜行等について規定を設けていることから、使用者は労働時間を適正に把握するなど、労働時間を適切に管理する責務を有している。使用者が行う始業就業時刻の確認及び記録の原則的な方法としては、使用者が自ら現任することにより確認し、適正に記録することまたは、タイムカード、IC カード、 パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し記録することを求めている。これらの方法によることなく自己申告制により行わざるを得ない場合、使用者は次の措置を講ずることとされる。労働時間の記録に関する書類は第109条でいう、その他労働関係に関する重要な書類に該当し、使用者は3年間の保存義務がある。 第32条使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。昭和22年の労働基準法施行時は、当時の国際条約の基準に習って1週間につき48時間としていたが、 昭和63年の法改正で週40時間の原則を打ち立て、移行措置を設けながら、平成9年に特例を除き完全実施となった。一方、各種の変形労働時間制を合わせて導入し、柔軟な労働時間の枠組みを定めることで、変則的な業務形態に対応させ、もって所定労働時間の短縮を促した。労働時間の規制は1週間単位での規制を、 基本として1週間の労働時間を短縮し、1日の労働時間は1週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限として考えるものである。1週間の法定労働時間と1日の法定労働時間とをこう分けて規定することとしたが、いずれも法定労働時間であることに変わりはなく、使用者は労働者に法定除外自由なく1週間の法定労働時間、 および1日の法定労働時間を超えて労働させてはならないものである。1週間は就業規則等に特段の定めがない限り日曜日から土曜日までのいわゆる歴史を言う。1日は午前0時から午後12時までのいわゆる歴日を言う。ただし継続勤務が2歴日にわたる場合はたとえ歴日をことにする場合であっても1勤務として扱い。 始業時刻の属する日の労働としての1日となる。第34条使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。全校の休憩時間は一斉に与えなければならない。ただし、当該事業上に、 労働者の過半数で組織する労働組合がある。場合においては、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない。場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければ、ならない。休憩時間とは単に作業に従事しない手持ち時間を、 含まず労働者の権利として、労働から離れることを保障されている、時間の意であって、その他の拘束時間は、労働時間として取り扱う。労働時間中に与えられる休憩時間については、第34条において、以下の3原則が示されている。途中付与の原則一斉付与の原則自由利用の、原則中抜けや、仮眠時間などの労働時間と休息時間が空いている。 場合も十分な休憩をとっているとは、言えず、待機状態であることから、労働時間に参入されるのが判例である。また休憩を与えなくてもいいという法律は、存在せず、与えた方が、労働生産性は、効率的であり、離職の防止、従業員の健康増進につながるとされている。労働時間が6時間以下のものについては、休憩を与えなくてもよい。 労働時間が6時間1分以上8時間以下のものについては45分の休憩を与えれば違法ではない。また時間外労働が何時間であっても1時間の休憩を与えれば違法ではない。一中や交代制であっても法律上は1時間の休憩を与えればよい。以下のものについては休憩を付与しなくてもよい。リクルートワークス研究所の坂本隆史研究員が5年ごとの 国の社会生活基本調査の詳細を分析。2016年に正午から午後1時に仕事をした人の比率は35.4%で2011年より3.2ポイント増加していた。残業が減る中で仕事をこなすため休憩すべき時間帯に働かざるを得ない人が増えたのでは。第38条労働時間は事業上をことにする場合においても 労働時間に関する規定の適用については、通算する。校内労働については、労働者が高校に入った時刻から高校を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。ただし、この場合においては、第34条、第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。第38条2項の規定の詳細については、 校内労働、労働時間を参照。労働時間の通算、事業上をことにする場合には、事業主をことにする場合も含む。例えば事業主 A の下で8時間労働し、その後に事業主 B に雇われて、労働に従事する場合、B は36協定等、時間外労働にかかる所定の手続きが必要である。派遣労働者が一定期間内に愛前後して、 複数の事業場に派遣された場合、労働時間の規定の適用については、それぞれの派遣先の事業場において労働した時間を通算する。不活動時間など、第32条の労働時間とは、労働者が使用者の命じ、または目視の指示によって、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を言う。労働時間に該当するかどうかは、 労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたと評価することができるか、どうかによって客観的に定まるものであり、労働契約、就業規則、労働協約等の定めの遺憾により決定されるものではない。労働者が使用者によって直接的に強制されている、つまり使用者の指揮監督下にある行動に要する時間は基本的に全て労働時間に該当する。 就業前の準備や清掃のほか朝礼に要する時間、就業後の修礼や後片付けの時間、指定された制服や作業服への着替えのほか装備品の着脱に要する時間、更衣室等から作業所までの往復の移動時間も、使用者の指揮命令下に労働者が置かれている限り、労働時間に含まれる。就業規則に、始業時刻と同時に業務を開始すべき旨の定めがある。 場合には、業務の開始時点が、労働時間の起算点となり、会社への入門から、始業時刻までの時間は、労働時間には該当しない。朝礼や修礼への参加が、労働者の任意であったり、ボランティアで清掃を行うような場合は、直接の強制を伴っておらず、使用者の指揮、命令下に置かれていないと解されるので、労働時間には含まれない。ただし、たとえ、それらの行動が、 労働者の任意としていても、不参加の労働者に対し、使用者が不利な取扱いをする場合は事実上直接強制しているのであり、使用者の指揮命令下に置かれていると解されるため、労働時間に含まれることになる。休憩時間は労働時間に含まれない。ただし、事実上の休憩時間であっても労働者が、 使用者の一定の指揮命令下に置かれている場合は、休憩時間とはみなされず労働時間に含まれる。休憩時間中に来客対応や電話対応をさせる場合、使用者、または監督者のもとで労働はしていないがいつでも労働できる待機状態である時間は、出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている以上、そのような時間も労働時間に含まれる。 労働安全衛生法による特殊健康診断の実施に要する時間、安全衛生教育の実施に要する時間、安全委員会、衛生委員会の実施に要する時間は、労働時間として扱われる。一方、同法による一般健康診断の時間や、その後の面接指導については、当然には、労働時間とはならず、労働時間として扱うか否かは、労使の協議に委ねられる。 宿直勤務などの仮眠時間も、その時間内に何かあれば対応しなければならない義務がある場合などは、指揮命令下に置かれているとされ、労働時間とされる。ただし、労働基準監督署から、監視、断続的労働に従事する者に対する適用除外の許可を受けた事業所では、通常の労働時間放棄が適用されなくなり、仮眠時間は、放棄上の労働時間とはならない。 実作業に従事していない時間が、労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮、命令下に置かれていたものと評価することができるか、否かによって客観的に定まる。不活動時間であっても労働からの解放が保障されている場合は、労働時間には該当しないが、労働からの解放が保障されていない場合には、労基法上の労働時間に当たる。 労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているとは言えないので、ある。そして、当該時間において、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると、評価される場合には、労働からの解放が保障されているとは言えず、労働者は使用者の指揮命令下にあるというべきであり、この場合は、労働時間に該当する。参加することが、 業務上義務付けられている、研修、教育訓練の受講や、使用者の指示により、業務上必要な学習等を行っていた時間は、労働時間として扱われる。第40条別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる、事業以外の事業で、講習の不便を避けるために必要なものその他特殊の、必要あるものについては、 その必要作べからざる限度で、第32条から第32条の後までの、労働時間及び、第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。全項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであって、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければ、ならない。 常時10人未満の労働者を使用する事業場であって、次の業種については、平成13年3月31日までは1週間の労働時間が46時間、平成13年4月1日からは1週44時間の特例として認められている。これら特例であっても変形労働時間制は1ヶ月単位、またはフレックスタイム制に限り認められる。1年単位。 一週間単位の変形労働時間制及び生産期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制においては特例事業であっても週40時間となる。満18歳未満の年少者については特例事業であっても週40時間となり変形労働時間制も適用しない。代わりに満15歳以上のものについては週40時間を超えない範囲内において 一週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長することは認められる。第41条第41条該当者については、法定労働時間を超えて労働させることができ、時間外労働、休日労働に対する割増賃金の支払い義務も発生しない。また、 法定の休憩や休日を与えなくても違法とならない。一方、深夜行、年中休休暇3前0 0 3後休業、育児時間、生理休暇の規定はこれらのものにも適用される。また、労働時間にかかる規定が適用されないこれらの、ものやみなし労働時間制が適用される労働者についても健康確保を図る必要があることから、使用者において、 適正な労働時間管理を行う責務がある。監督または管理の地位にあるもの本条約の規定は、監督和歌は管理の地位にあるものまたは、秘密の事務を処理するものにはこれを適用せず。ILO1 号条約第2条、監督または管理の地位にあるものとは、労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあるものを言う。 ILO1 号条約にそのまま対応する。具体的には、職務内容、権限及び責任に照らし、企業全体の事業経営に、どのように関与しているか、その勤務対応が、労働時間等に関する規制になじまないものであるか、否か、給与及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か、などの点から、資格及び、 職位の名称にとらわれることなく実態に即して判断すべきである。企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付き者であればすべてが管理官特者として例外的扱いが認められるものではない。これらの職制上の役付き者のうち労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが 要請されざるを得ない、重要な責任と職務を有し、現実の勤務対応も、労働時間等の規制に馴染まないような立場にあるものに限って、第41条による適用除外が認められる趣旨である。労働安全衛生法に定める安全管理者、衛生管理者が、監督または管理の地位にあるものに該当するか否かは、個々の当該管理者の労働の対応によって判断する。 小売業、飲食業等において、いわゆるチェーン店の形態により、相当数の店舗を展開して、事業活動を行う企業における比較的小規模の店舗においては、店長等の少数の正社員と多数のアルバイトパート等により運営されている実態が見られるが、この店舗の店長等が管理監督者に該当するか否かについては、店舗における実態を踏まえ、以下の通り判断する。 なお、以下の内容は、いずれも管理監督者性を否定する要素に係るもので、あるが、これらの否定要素が認められない場合であっても、直ちに管理監督者性が肯定されることになるものではない。機密の事務を取り扱うもの、機密の事務を取り扱うものとは、秘書その他職務が管理監督者の活動と一体不可分であり、厳格な労働時間管理に馴染まないものを言う。監視または、 断続的労働に従事するもの第41条3号の規定による許可は従事する労働の対応及び人数について、様式第14号によって、諸葛労働基準監督署長より、これを受けなければならない。監視に従事するものとは、一定部署にあって、監視を本来の業務とし、状態として、体の疲労または精神的緊張の少ない業務に従事するものについて、 許可される。したがって、以下のものは許可されない。断続的労働に従事するものとは、休憩時間は少ないが手待ち時間が多いものを言う。その許可は概ね以下のような取り扱いとなる。監視または、断続的労働に従事するとは、必ずしも、それを本来の業務とするものに限らず、宿日直業務のごとく本来の業務外において、付随的に従事する場合も含む。 使用者は宿直または日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によって所活労働基準監督所長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を第32条の規定に関わらず使用することができるとされ、宿日直勤務の許可基準は以下の通りである。 社会福祉施設における宿直勤務については、次に掲げる条件のすべてを満たす必要がある。2019年4月の改正法施行により、労働基準法に第41条の2が追加された。高度プロフェッショナル制度は、高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす、労働者を対象として、 労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として所定の措置を講ずることにより労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度である。第41条該当者とは異なり深夜行の割増賃金の規定も対象除外となるが年次有給休,休暇の規定は 一般の労働者と同様に適用される。勤務間、インターバル平成31年4月の改正法施行により、勤務間インターバルの確保が事業主の責務として努力義務となった。勤務間インターバルとは、勤務終了後、一定時間以上の休息時間を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保するものである。残業が長引いた場合でも、 睡眠時間を確保し、労働者の健康を維持すること、集中力アップによる生産性の向上、長時間労働の抑制が主な狙いである。労働時間等改善設定法の改正により、事業主の責務を定めた第二条に、健康及び福祉を確保するために必要な就業から、始業までの時間の設定という一語が加えられた。 育児介護休業法による規定事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって、育児休業をしていない者に関して、労働者の申し出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ、当該子を養育することを容易にするための措置を講じなければならない。ただし労使協定に定めることにより、 以下の労働者については短縮措置の申し出を認めないことができる。事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、労働者の申し出に基づく連続する93日以上の期間における、所定労働時間を短縮することにより、当該労働者が就業しつつ当該対象家族を 介護することを容易にするための措置を講じなければならない。当該労働者は介護休業の取得日数とは別に3年以上の期間において介護のための所定労働時間の短縮等の措置を2回以上利用することができる。事業主は労働者が所定労働時間の短縮措置等の申し出をし、または短縮措置が講じられたことを理由として 当該労働者に解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならない。船員には、労働基準法の労働時間に関する規定は適用されないが、別途船員法によって、労働時間等に関する定めを置いている。日本の年間総実労働時間数の推移。ただし、不払い残業は含まれていない。また、1969年以前は、サービス業を除く。 規模30人以上事業所を対象とした数値である。1970年から1989年はサービス業を含む規模30人以上事業所を対象とした数値であり、1990年以降は規模5人以上事業所を対象とした数値である。長期的には、1960年頃をピークとして高度経済成長期に労働時間の短縮が進み、 1975年以降は横ばい、平成期以降に再度短縮傾向という流れで推移している。1992年に成立した次元理一方の労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法とその延長により閣議決定で目標としていた年間総実労働時間1800時間をほぼ達成できた。もっともこれは 一般労働者についてほぼ横ばいで推移する中で、1996年頃からパートタイム労働者比率が高まったこと等がその要因と考えられ、正社員については平成期においても2000時間前後での推移が続いている。また週の労働時間が60時間以上の労働者割合も特に40歳大男性で13.0%に上っており、 労働時間分布の長短二極分化の進展や、年次有給休,休暇の取得率の低下傾向といった問題も発生しているため、一律目標による時短促進ではなく、労使による自主的な改善を目指す法改正が行われた。厚生労働省毎月勤労統計調査によれば、2019年の年間総実労働時間は事業所、 規模30人以上では1734時間事業所、規模5人以上では1669時間となっていて、前年より微減となっている。2013年以降は微減傾向が続いている。さらに、労働者の自己申告に基づいて行われる労働力調査によれば、2020年の非農林業、労働者の年間労働時間は1924時間年であり、 2000時間年を切ったのは2018年以降である厚生労働省平成27年版労働経済白書によれば1週間あたりの労働時間数が増えるほど労働者の労働時間に対する満足度について不満と考える割合が高まり週40時間以下では不満と考える割合が17.0%なのに対し週60時間以上では70.8%と 大きく上昇している。また健康に対する不安を感じる者の,の割合は、週40時間以下では36.9%なのに、大使週間60時間以上では69.9%と大きく上昇している。ありがとうございます。